あの野郎どこへ行きやがった。落ち着いて。あいつのせいで自分の腕を引き飛ばすところだったんだぞ。クソ、逃げられた。一人相手に俺たち全員だなんて、ナディーンがぶち切れちまうだろ。命令に従っただけだ。そうだが、俺たちどうなると思う。バラバラにされる。ああそうだ、深呼吸でもして痛みは我慢しろ。ムカつく野郎だぜ、この俺に指図しやがって。あのアメリカ人は孤立してるな。ま、金さえもらえるんだったら俺はそれでいい。ドレイクが来ると思うか。ナディーンはそう思ってるな。俺も奴らの顔を拝みたいもんだぜ。みんなそう思ってるよ。よし、ほら行くぞ。サム、こっちだ。いいね。まあ、あいつにできるな。バンジージャンプよかマシだな。やったことあんの？バンジージャンプ。いや、でも絶対マシだって。で、ずっとこんなことしてたのか。遺跡よじ登ったり。ついでに撃たれたり。爆弾に、パンチに、キックに。分かった分かった、もういい。ナイフに、自白剤。これだね。いや、まだだな。登って向こう側へ行かないと。もう滑るのはなしだぞ。ケツが砂利まみれだ。楽しいかも。おい、手を貸せ。ほら。よし、いいぞ、行け。よし、来い。やったな。そうだな。すげえな。おい、見ろよ。聖ディスマス宿舎へようこそ。あのヘンリー・エイブリー最後の地と言われています。墓探すか。デイさん、見ろ、
カトラスのシンボルだ。十字架の巻物と同じ。年号が違う。まあ、一つ消えた。大量にあるけどな。いいか、カトラスとドクロと骨、1659年から1699年、全部あるのを見つけてからが本番だ。レイフが手をつけた後か。え、最高。でも何探せばいいか分かってないっぽい。でも数打ち当たる。外れろよ。どれどれ、剣は合ってる。年号部。サム、来いよ。あったのか。見ろ、ベンジャミン・ブリッジマンだ。エイブリーの別名だな。でもこのドクロなんか変だぞ。しっくりこないんだよな。そりゃそうだ、エイブリーの印じゃないだろう、それ。うん、確かにドクロは本当なら横向き。なんだ、力を準備いいか。当の昔から準備できてるよ。何があるかな。ここ安置所。秘密の扉の向こうが。多分扉は後からつけられたんだろう。お宝のため。修道士が書いたのか。おいおい、勢ぞろいだな。キリスト、左にディスマス。悔い改めた泥棒。右がゲスタス。バカな泥棒。よっぽどディスマスが好きだったんだな。エイブリはいい盗賊のつもりだったんだろう。イギリス人から略奪しなかったからな。それでいいって言われちゃうわけ。当時はな。おい、これ扉？扉だよな。でもどうやって開けるんだ。あの星の印は何だ。ああ、ランプかな。タバコ臭い人、ライター貸してくれ。今の傷ついたな。傷ついてるのはサムの肺。ご指摘どうも。おい、すごいな。壁の向こうから光が見える。よし、どれどれ。ああ、光を動かせる。すんげえ楽しい。さあ、どうだ。よし、いいぞ。これでどう。姉さん、うまくいったぞ。これって星座じゃないか。ああ、天秤座。正義の計りだ。海賊のくせに面白い星座を選ぶな。それじゃやってみるか。やけごま外れだな。
いい眺めだな。宝はないけど。待てよ。あの十字架見えるか。ああ見える。なあ、真下にあるのは洞窟か。ああ、エイブリーが次の場所を教えてるのか。ああ、一つ問題がある。そっちに行くと聖堂に戻ることになるぞ。んで、レイフのとこへ。くそ。まあ、待たせっぱなしだし。行け。さすが俺たち。ほら、あいつらに気づかれる前にずらかろう。手は入れてんだし、今更何言って。